鹿児島にやってほしい応援リーダーの田辺豊です。感謝。はい、今日感謝 T シャツを着てね、ぜひお買い上げよろしくお願いします。鈴木さんの方から売ってますのでよろしくお願いします。今日もこの2人と熱く語り合っていきたいと思います。まずじゃあ伊沢君からお願いします。鹿児島にやってほしい応援副リーダー谷口伊沢です。お願いします。はい、感謝。ありがとうございます。いや、アゴシャプレットだ。鹿児島ユナイテッド FC 応援副リーダー水本です。お願いします。明るい。とにかく明るい水本ナイス。ありがとうございます。はい、ということで今日はズバリこれから皆さんに喜んでもらう、動画にするために企画会議をやってみたいと思います。大事だね、企画会議。最近 YouTube を見てたらハッシュタグショートっていう動画がちょこちょこ出てるんですよ。15秒から、まあ、60秒以内の動画、なんかそういう動画でコンスタントに細かく上げていければ皆さんも飽きずにこう YouTube を見てもらえるんじゃないかと思ってて、戦略としてハッシュタグショートについてどういう動画を出していけばいいかっていうのを2人にちょっと相談したくて今回来てもらいました。例えば今見るのだったら無回転シュートをやってみたとか、マルセロトラップとかね、スーパープレーを15秒以内30秒以内の動画にまとめて出してたりとかする。それ結構見てくれてる人多いし、タモさんが小学校とか行ってあのオーバーヘッドやってるじゃないですか、あれのなんかまとめた動画、うん、俺がよくオーバーヘッドするからね、工場とか行って、はい、あれ見たいっす。あ、なるほど、ね、見たいし結構おるんちゃう。あれは分かった、それはあげるわ。決定ね、まず1個。じゃまず1個目は田上隆の子供たちの前でのオーバーヘッド動画。まっちゃんとかなんかないの？じゃあブーメランパンツ履いてやってよ、それ。ブーメランパンツ俺が履いて。ブーメランパンツ履いてやったらめちゃおもろいと思う。黒のブーメランパンツにその T シャツでいきましょう。あれ？うん、あれでいいじゃん、もう。もういや、もうなんか頭おかしいやつなじゃん。ドルフィンデカみたいな感じでいこうよ。いやけど、分かる、確かに新しい層つかめるかも。パッてサムネ見た感じは、うん、ほぼもうイデラッキョさんじゃないですか。イデラッキョさんのファンも取り込める可能性出てくんで、これ。確かにね、確かにじゃなくてこれね、俺の個人のね YouTube だったらまだいいんだけど、鹿児島になっててほしいの公式 YouTube だから、はい、他にないから何かこう、まあちょっと桜島系はちょっと1個入れてほしいですね、田野さん。オーバーヘッドするのでもいいし、うんうん、まあ、ちょっといいかなと思うのは溶岩グランド、鼻クソ真っ黒になるじゃないですか、灰が積もってできてる土地だから。溶岩グランドで、うん、鼻クソ真っ黒になるまで、うん、スライディングしてみた、もしくはヘッドスライディングしてみた。もうヘッドスライディング一発で真っ黒になるわ。まあこれ桜島で試合したことある人なら分かると思うんだけど、1試合終わったらもう穴という穴が真っ黒になってるね。ちょっとタムさん、下ネタだけはほんまに。下ネタ言ってねえだろ、そう考えた。勘弁してよ。いやいや、お前まで乗るな、お前。よくないよ。ひどい。難しいね、でも企画考えるのって。ねえ、ほんと難しいよね。これは、ね。3人で。3人で。腕立て対決してみた。おソロおもろいじゃん。いい。今もう多分、全然できんやん。でも、イサオ筋トレしてるもんね。俺筋トレめっちゃしてるし、その回数勝負ってなったら昔の池谷のあの顎のやつでいく。筋肉番付のやつこれ。腕立て対決でもおもろいかも。おもろいかも。体力測定対決みたいな、リモートで。悪ない。でも2人が坊主にしてみたと。15秒で15秒でいけるとこまで勝ってみた、それで仕事行ってみた。田野さん、ちょっとほんま時間遅なるんでそういう冗談やめてもらっていいですか。お前が一番言ってるやろうが。ごめんなさい。いいよ。いいよじゃねえだろ、俺が先輩に。しりとりもやらないんですか、なんか15秒しりとり。ああ、それいこうよ。じゃあ15秒経った時に考えてたやつが負けにしよう。あ、おもろい。うん、しかも3文字で。うわ、3文字限定、うん、おもろい、これおもろい。あ、タイマーにしようか、音が出るように。はい、15秒ね。じゃあ一回やってみとうね。やってみよう。じゃあこれから15秒しりとり3文字以内、最後に答えられなかった人、考えてた人が負けになります。じゃあ行きます、カツオから。よーい、スタート。サザエ。ええん、遅いな。演歌。カラス。スイカ。押そうない、田野さん押そうない、それは。こう15秒って言われるとさ、出てこない絵ってなんかあるばかりだって。でしょ？ほら。とりあえず行くよ。ほんまに人の名前はダメでしょ。ダメじゃん、人の名前ダメ。デコピンでいい？なんで？は？花や。花や。え、絶対痛いもん。ちゃんと音が。静かに静かにして。え、絶対痛い。行くよ。
結構おもろいな。これいいんじゃない？もう一戦ぐらいいってきます。なんか面白いね。いきます。いい。3文字しりとり15秒、用意スタート。カエル。ルビー。イなのこれは。イイ。おい時間つかんのか。いなり。リング。リング。あーおもろいこれ。グーむずいな。花花花だよ。花は無理やって。耳でいいですか。じゃあ前歯前歯。前歯手痛いわ。前歯どうすんの。いや前歯いいよ。いや痛くないよ。花が一番ええって花が。花ねリアクションも面白いから。花の穴塞ぐ感じ爪で。カポッ。うんそうそう。いくで。うんいいよ。落としなかったらもう一回よ。いいよ。おもろいなこれ。早くしろ。顔と。音でかっ。お前準備しすぎだろ。それ食べろちゃんと。お前ちゃんと食べてきた。今日の企画会議有意義な時間になりました。すごく皆さんがこれをヒントに、まあ、見たいハッシュタグショート、まあ、15秒から30秒ぐらいの動画、こういうの見たいですっていうのがあれば、またコメントでねいただければありがたいなというふうに思います。ということで今日はここまでということで、何か言っておきたいことありますか、伊沢さん。伊沢も言いましたけど、コメント欲しいですね。ちょっと欲しい、うん。水本さんは何か一言ありますか？ね。はい、ありがとうございます。ということで皆さん、ぜひ伊沢くんが言ったようにコメントお待ちしておりますので、ぜひ動画見たらコメントして、こういう企画とか面白かったとか、そういうことでもいいので、反応してもらえたらありがたいと思います。今回の動画はここまで。ありがとうございました。感謝。